キンプリ・ナガセレン、色気十万のヒゲメン浴衣姿完全プラベ写真も公開のインスタグラマー宣言。頻繁更新困難な高橋海斗をフォロー。キングプリンスのナガセレン25が2月21日放送のラジオ番組、キングプリンスナガセレンのラジオ GARDEN 文化放送に出演。 インスタグラムの個人アカウント解説から1ヶ月が経過し、インスタグラマーとしての自覚が芽生えてきたと明かしてファンを歓喜させている。現在放送中の連続ドラマ、厨房のアリス、日本テレビ系グループの仕事、さらにインスタの更新も頑張っているという永瀬は、どこまでそれ、インスタの更新が続けられるかわかんないけども、 今のところまだ序盤というか2月21日の時は開設から1ヶ月ぐらいか経っててちゃんと毎日更新してたらいいなっていうとコメントアカウントを開設し最初の方は頑張らないとっていう気持ちはあったからどこで失速してくるかっていうのは正直自分ではわかってないけどまだ大丈夫そうかなっていうね と分析した。これまで何わ男子の西畑大吾、27AA。グループのま門義則27の3人。さらにフォロワー100万人突破時に一人でインスタライブをやったと振り返った永瀬。さらに、インスタ始めてから写真撮ることも増えたね。ご飯食べるととりあえず撮っとこうって。で、写真はあんま乗っけないっすね。 食べ物の。だからことあるごとにこれ一応、写真撮っとこうってなってしまうから、すごいインスタグラム中心の生活になりつつあるっていう弊害はあるね、と、インスタ中心の生活になりつつあると明かした。続けて、四六時中というか、プライベートの時間も、インスタのことを考えてしまうようになってるよね、笑い。あげる写真がないから、もともと。 そこが変化したかなインスタグラマー、インスタグラマーとしての自覚がだいぶ芽生えてるというか、と冗談交じりに話した。最後には、いや、大変だね、インスタってね。難しいよね。ようやくアマとタマさんとグループの公式アカウントをフォローして、できるところまで自分のペースでやってこうかな。ゆっくりとね、 楽しくやっていきたいと思います。と、高橋海人24、キスマイ FT2 の玉森優太三33、キンプリのアカウントもフォローして自分なりにインスタを楽しんでいると語った。長瀬の言葉に、安くんマジでインスタ頑張ってくれてるよね。忙しい時の息抜きに覗くと更新されてるからいつも癒されてるよ。ありがとう。インスタに対して、 毎日更新しようって思ってるのほんと偉いね。安くんインスタ解説してくれたおかげで私もインスタ見に行く習慣ついたわ。と称賛の声が寄せられている。長瀬さんは誕生日の1月23日にインスタの個人アカウントを開設。解説からしばらく経ってからも誰もフォローしませんでしたが、ようやく高橋さん、金プリ。 玉森さんのアカウントをフォローし、ファンを安心させました。そしてラジオのトーク通り、毎日のようにインスタを更新。2月22日までに更新した投稿では、旅行時の画像をアップ。友人であろう3人の男性と一緒に写る写真で、3人の顔にはモザイクが入っています。それは一般人だからですよね。 浴衣姿でうっすらと髭も生えていて、本当にプライベート感あふれる写真で多くのファンが湧いています。女性誌編集者、長瀬の投稿に。長瀬恋くんのリアル浴衣は最高じゃん。安くんっていつまでも男子大学生。って感じで好き。安くん。プライベートの写真もかっこいいってどういうことですか色気だだ漏れです。 浴衣姿おひげも生えて、かっこよすぎる安くんに毎日好きが増してく。浴衣にちょいひげかっこいい。といったコメントが殺到している。高橋さんも昨年10月にインスタの個人アカウントを開設しましたが、同12月に有村かすみさん、31、との3年真剣愛が発覚したことも影響してか。 長瀬さんほど更新頻度は高くはなく、新規投稿は週2回程度ですからね。前室の女性誌編集者。ユームラとの交際が報じられた際、高橋のインスタには、カイトくん、恋愛したいなら、アイドルはやめた方がいいよ。3年間の時間と金返してもらって良いですかもっと違う人好きになってればよかった、本当公開でしかない。 といった厳しいコメントも寄せられてしまった。これまで誰もフォローしてこなかったこともあり、一時は高橋さんとの不仲説も囁かれましたが、長瀬さんはしっかりと相方のアカウントをフォロー。高橋さんには逆風も吹いていますが、長瀬さんは相方としてしっかりとフォロー、サポートしているということなのかもしれませんね。全道 インスタグラマーとしての自覚がだいぶ芽生えてる。と語った長瀬の今後の投稿にも期待が高まる。長瀬がインスタの個人アカウントを開設してから1ヶ月が経過。プライベート感あふれる私服ショットや旧ジャニーズ事務所に同期入所した西畑。正門との仲睦まじい様子も好評で、フォロワー数は114万人を突破している。